こんにちは、柴田です。千葉館が来ました、大崎です。よろしくお願いします。今日千葉館に来ております。はい、Zoom の G2-4 これをですね、この間購入して、うんうん、何がね、一番良くなったかというと、うん、アンプのモデリング。あ、モデリングですね、うん、はい、これがね、非常に良くなってキャビネットの IR が非常に進化したと、うんうんうん、今日はですね、この千葉館の JC で通常のインプットに挿すのとリターン挿し、うん、これをですね、アンプのモデリングを使って鳴らしていきたいなというところでございます。でこれがフラットの音ですね。では鳴らしていきます。まあでもね、ラインの時はね、リバーブがもっとね、来てるんですよ。リバーブが減ってる感じがしますね。っぽいですか。普通リバーブっぽい感じしますか。そうですね、します。ちょっと歪んだ感じで。マーシャル鳴らしてみましょうかね、はい、次はね。でもね、マーシャルのみです。インプットでもね、通常のインプットでもまあまあいい感じだな。ちょっとリターンいってみますか。失われてるような感じがするんで、うん、ラインで音作りをヘッドホンでしたまんま鳴らすんだったら通常のインプットの方がなんかいいような気がしないでもないですね、うん、ちょっと膜が入っちゃってる感じがしちゃって、うん、抜けてこない。トレブルを結構上げてミッド下げた方がいい感じですよね。トレブル100、ミッド50、にしてもやっぱ鳴ってますね。もう一度通常の方に挿して、通常のインプットでフラット状態で鳴らします。とりあえず通常のインプットとリターンだったら通常のインプットの方が良かったよっていうふうな
感じですかね、今回の。今回は、もしかしたらマーシャルとかまた相性違うかもしれないんで、他のもね、試していきたいと思います。今回は JC でした。はい、どうもありがとうございました。ちょっと前ですけど、期待してたのと全然ちょっと違うんで、なんかリアクションに困っちゃいました。なんかよめっちゃいいじゃんってみたいなんじゃないじゃん。めっちゃいいじゃんの着地を求めてたんですけど。